メートル、出走馬15頭です。1番ヨドノストロング、480キロプラス7キロ国分優作、56キロ。2番リビアングラス、506キロ、初出走です。絆の3区、酒井隆成、56キロ。3番スリラー、482キロ、マイナス8キロ。鞍上は兵庫の吉村智弘。4番テイエムシャー、452キロ、マイナス2キロ、松田大作、54キロ。5番ジーニアスバローズ、450キロ、マイナス6キロ、池添健一、56キロ。6番ランバル、480キロ、マイナス10キロ、和田龍二、56キロ。7番日本ピローアリー、418キロ、マイナス2キロ、新人ジョッキー田口寛太、51キロ。8番ブリックスダール、426キロ、プラス8キロ、西村敦也、56キロ。9番マテンローレガシー、482キロ、プラス4キロ、横山典弘、56キロ。10番シャンデルナゴル、480キロ、初出走、里のダイヤモンド3、石橋周、56キロ。11番ウォーターフルール、442キロ、マイナス4キロ、国分京介、54キロ。12番ボレトンクール、432キロ、マイナス4キロ、壇の大勢、54キロ。13番リバインアロー、486キロ、プラス2キロ、古川義弘、56キロ。14番ルージュメイベル、436キロ、マイナス4キロ、岩田康成、54キロ。15番ヘアピンシュプール、438キロ、増減なし、加藤翔太、54キロ。以上の15頭が出走いたします。どうぞ午後の競走もごゆっくりとお楽しみください。ファンファーレは阪神競馬場第5レース芝 2000m の3歳未勝利戦15頭立て、2番リビアングラスが1番人気です。阪神競馬第5レース3歳未勝利戦芝コース 2000m、 出走馬15頭です。阪神競馬場、雲一つありません、好天です。日差しのその明るさが朝方より強まったように思えます。気温も上がっています。さあスタンド前での枠入り、15番ヘアピンシュプール、ゲートの後ろ立ち止まっています。一度回されてヘアピンシュプールゲートに向かいます。ヘアピンシュプールの枠入りを待っているのはルージュメイベル。前扉を開けて誘導します。ヘアピンシュプールゲートのすぐ後ろ、体半分入りましたか、ちょっと後ずさり。阪神競馬5レース芝コース 2000m の3歳未勝利戦です。
さあもう一度ヘアピンシュプール、入りかけますがちょっと後ずさり、依然として前扉を開けての誘導。さあもう少し、体半分近くまで収まりますが、その後前に進まず後退。さあ15番のヘアピンシュプール、目隠しされました。さあ目隠しをして今度はどうでしょうか。一度回されます。そしてゲートに向かいます。ヘアピンシュプール収まりました。ゲートの中で目隠しを取ります。最後にルージュメイベル、すんなりと収まってスタートしました。ほぼ揃いました。ちょっと2番のリビアングラスが遅れたようです。さあまずスタンド前、3枠2頭 TM 社ジーニアスバローズ行きます。そして6番ランバル3番手、4番手が8番ブリックスダール、内からは9番マテンローレガシー上がっていきました。中段に12番ボルトンクールです。そして日本ピロアリーが追走しまして、外には14番ルージュメイベル、各馬第1コーナーをカーブしていきます。先手を取りました5番ジーニアスバローズ、2コーナーへ向かいます。リードが3馬身、2番手は4番のテイエムシャー、その後はまた3馬身4馬身差、3番手6番ランバルで2コーナーをカーブしていきます。縦長になってきました。4番手が9番のマテンローレガシーで向こう上面です。あとは外に12番のボレトンクールが追走しまして、内は8番ブリックスダール、向こう上面から3コーナーへ向かいます。14番ルージュメイベルが上がっていきますか。内は3番スリラー、そして内には7番の日本ピロアリーです。これから3コーナーへ向かいます。外には2番のリビアングラス上がっていきます。後方にかけては1番ヨドノストロング、今3コーナーを迎えます。外から上がってきましたのは13番ディバインアローです。第3コーナーをカーブしていきます。後ろから3番手10番シャンデルナゴル、あとは3馬身差、後ろ2頭ウォーターフルールがいて、最後方15番ヘアピンシュプール、前は 3,4 コーナー中間を通過、残り600通過。5番のジーニアスバローズに逃げています。リードは半馬身、2番手4番テイエムシャー変わりません。そして外からは6番のランバル3番手、第4コーナーをカーブ、これから直線コースに向かいます。逃げている5番ジーニアスバローズ、リードが1馬身、2番手ローカテイエムシャー、そしてランバル、ランバルが2番手狙ってきた。あとは大外から10番シャンデルナゴル追い込んでくる。 200m を通過した。さあ前2頭の追い比べはジーニアスバローズ、ランバル、そして追い込んできた10番シャンデルナゴルが前2頭をかわせるか。先頭は変わったか。6番のランバル、ランバルが先頭で今ゴール。2番手は5番のジーニアスバローズで、最後外から差を詰めた10番シャンデルナゴル、最後まで差を詰めていきましたが3番手のように見えます。2分1秒0の勝ち時計。逃げた5番ジーニアスバローズを最後かわしました。6番ランバル、和田龍直手です。2番手が5番ジーニアスバローズ、外から追い込んだ10番シャンデルナゴル、3番手です。2分1秒0の勝ち時計。上がりオンハロン47秒9、3ハロン35秒6です。阪神競馬第5レース、芝コース2000メートルの3歳未勝利戦、6番ランバル、和田龍直手です。2番手が先行した5番ジーニアスバローズ、3番手外追い込んだ10番シャンデルナゴル。芝コースダートコース両の発表です。1着6番ランバル、2着5番ジーニアスバローズ、3着は10番のシャンデルナゴル、そして4着に2番のリビアングラス、5着11番ウォーターフルール。最後6番のランバルが前を捉えて、逃げたジーニアスバローズは2着、3着に10番のシャンデルナゴル、6番5番10番最終オッズです。
2番人気、3番人気、5番人気の順です。単勝6番 4.3倍、枠連34 7.7倍、馬連5番6番 8.6倍、馬単6番5番 20.3倍、三連複5番6番10番 48.8倍、三連単6番5番10番 245.1倍です。オープン馬ナイママの弟ランバルが勝ちました。阪神5レース確定までお待ちください。